こんにちは、あずきです。今日は切り干し大根と豆乳のお味噌汁の作り方を紹介していこうと思います。材料は油揚げ、人参、切り干し大根、あとお味噌と豆乳です。まず鍋に水を入れ、その中に切り干し大根を入れて柔らかくなるまで戻します。その間に油揚げを短冊切りにします。この時油分が気になる方はあらかじめ油抜きをしましょう。人参も同じように切っていきます。切り干し大根が少し戻ってきたら火をつけ沸騰させます。そこに切った具材を入れ火を通しましょう。火が通ってきたら初めに入れた水の半分より少ないくらいの量の豆乳を入れて温めていきます。味噌を溶いて味見をしながら整えていきましょう。最後に盛り付けてお好みでネギをのせて完成です。はい、それではいただきます。インスタグラムを見てくれてる方はね、知ってると思うんですけど、本当にしょっちゅう作ってます。だしを入れなくても切り干し大根から甘みが出ているので十分美味しいです。このワンコも羨ましそうにこっちを見ています。これからの季節とっても温まるし、女性に特におすすめです。ぜひ作ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。